これ何これ、お母さんの何持って、何これ、いちご、何、いちご、いちご、あ、電話や、これで2キロぐらいあるんで、2キロ、いちご、いらんいらんいらん、そんないっぱいいちご、とりあえずもう一箱あるんで、お母さんの置いといてもらっても3キロぐらいは君らでまずとりあえず食べてもらって、いちご3キロ、1人1キロじゃちょっと足らんか、めちゃくちゃ美味しい、甘いめっちゃ甘いやば、高級いちごですぜ、夢のようなアスカルビーの、食べていいんですか、ええいや、ずっと食べてるけどうんまいないやろ、そんなずっと食べるやん、アスカルビー CM もらおうとすなよ、もう今回あんたたちに来てもらったの分かるね、困ってんだよこっちは、何よ、おお、何これ、見たら分かるやろ、トマトや、パイナップルか、めちゃくちゃいいやつお母さん買いすぎちゃったんや、どれぐらい、こんなに大きいのが出た、トトロのメイちゃん、はいうんちかと思った一回出してみる、出してみる、これって洗わんでいいの、洗ってくれてるお母さんが多分、洗ってみて、ちょっと砂入っても体内に、わかんない、いいよ別に砂ぐらい、俺ら泥水すぞって生きてきたやん、やっぱ貧乏すぎやろ、一緒に住んでくれよなんでお前だけ一緒に住んでくれ、おかしいやろ、あーちょ、もうしっかりして、もうあーいやいや、なんでお前はわざとすんの、そんなマジレスしやんてええやん、洗ってきてよ、いや洗わんでいいよ、いや洗わなあかんやろ、おいちゃんどう思います、悲しかったな、喧嘩すな、じゃああんちゃんなんかめんどくさい時すごい影響するタイプに、いやそんなこと思えない、はい、もうはいはいはい、もう喧嘩両成敗、はいはいはい、脇脇、うわもう、はい、一滴でやろ、はい、もうはい、もう喧嘩両成敗、ほんまに選んでええんな、なんか病気かかったら場所取ってくれる、じゃあ先行く俺じゃあ俺先毒味行くわ、お願いします、いやいやお前さ、じゃあお尻から食べた方が美味しいって言って、いただきまーす、いただきまーす、いただお前は何してんの、お前は何してんのめっちゃあるやん、僕の方がめっちゃでっかい、見て見て、練乳さ、こうかけたら美味しそうに見えへん、かけてみよう、なんか言ったなんで聞こえてないねうわぁこっちこっちこっち、前に前に前に、おー、いいねいいね、いいじゃないですか、いただきます、あ、待って、練乳よりこの甘酸っぱさが勝つ、あれ練乳いらん説あるぞ、これお母さん練乳いらんってめっちゃ怒ってましたよ、僕はすずが買うとどうしても買わされました、僕はかけろって信じてください、じゃあかかってる分食べんといて、めっちゃ多いけど、めっちゃ多いよめちゃくちゃ多いです、 ASMR やろ、きたな、いいいちごすぎて練乳いらん、全然練乳の味、これ何、焼肉のタレ、怖い、この子怖い、あ、うまっ、
何の食べ方かわからんのやめなあ、うん、こっちにこっちこっちいや俺に笑顔を見せられても向こうは美味しい、どれが美味しい、果物の中で一番美味しい、わあ、コウさんはこれホワイトデーに使おうかな、どういうこと、なんで、なんでそこまで残すなと、先着5名様に、いや分けるな分けるな、上から食べたら美味しいらしい、1名様になりました、4名様分食うね、いやしかも歯型ついてるの嫌やろ若いもんがほんま食べれんくて、なんで全然食べられない、ジュゴほんま見れた、スイカ、トマト、サクランボ、スイカ緑やで、赤ピーマンとか、リンゴ無理、あリンゴも嫌やったけど、大好きな食べ物マグロ、え、わけわからへんやんちっちゃい時代はやばかったな、でさお母さんカニ買うてきてんて、うん、カニ、うん、え、カニ買ってきた、ちっちゃい時な、カニちょっと大きいそのままのカニ買うてきてんて、毛ガニを、俺がこれ買いたいって言ってんやつと、買いたいんこれ、これカニ買うって言って、うん、お母さん分かった、じゃあ野菜室に入れてるからって、1時間に1回ガッと、ねえ大丈夫、そこ1時間に1回言い過ぎて、うん、おかんその毛ガニ食べられへんかったらしい、毛ガニを食べさせなかった男、それは無理やろ、毛ガニが食べ、え、食べへん大丈夫、うん、毛ガニが食べへんでおかしいやろ、毛ガニ、うん、カニカニカニが言ってた、毛ガニ、うん、毛ガニが言ってたらおかしいやろ、毛ガニ、お前ら何人や、野菜室に入れたら毎日開けておはようって、上海ガニに挨拶するから食われへん無理やろ、毛ガニが食べ、え、食べへん大丈夫、うん、毛ガニが食べへんでおかしいやろ、毛ガニ、うん、カニカニカニが言ってた、毛ガニ、全然伝われへんやん、毛ガニが喜んでて、こいつは毛ガニだったのって、ね、毛ガニ、毛ガニじゃないインフムな、インフムなインフムなて、インフムな、もうややこい、ややこい、インフムなて、めんどくさ、何こいつら、何もうカスタマーセンターぐらい応答してくるやん、止まってもうたて、時止まってもうたて、もう上がっばだよな、あともう2個やのにな、単位知らんやん、死者誤入したら2個ってこと、あ、そうそう、死者誤入したね、勉強なる、僕死者誤入あんまできへんあんまとかない死者誤入1は1は死者誤入は1 5ぐらいから上がるって聞いてる、1はあんちゃん、え、その死者誤入は死者誤入したら分からへんね、死者誤入何もできへん、あんちゃん好きなこれさどうしたん、じゃ撮影終わった、まだやってる、うん、いや、あの前に吉野家があるから美味しいの、ついの食べに行けへんから、くぅー、行けてん、行きたやべっぴー、行こう、あの、ドンキーコングちゃうからテレビついた、テレビついたどっち、なんで行きます、あ、じゃあ頼んだ、無理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 、お母さん無理無理無理、ごめん、ちょっとお持ち帰りで、無理やったらもう無理でいいね、お持ち帰りで、なんで無理なん、お持ち帰りで、いや、熱いの食べたら美味しいね、なんで今なの、ちょ、なんでお母さん今なの、え、なんで今じゃないん、お母さん待ってて、どこに待つ、そこら辺で待っといて、そこら辺で待っといて、はい、ドンキーコングでテレビついたバケモノだよ、多分ドンキーコングもう一回やったら消えるで、だってよ、オッケー、グーグル電源テレビ消して、はい、ソニー XR-J75X90J をオフにします、消えたー、無理やってそれ最初にするやつやって。
何の演出なの？明治やんそれ。明治ブルガリアヨーグルトミニ出た。3割引き。あ、SNS 投稿中。当たる。時当たる。スーさんがさ、グリコ行ったんよ。グリコのな、グリコのな、こう作られてるやつ、ちょっとうわすげーって言ったらスーさんがチョコレート、チョコレートって言って、みんなあの会社とかの人がチョコレートみたいな、うわーやめろーって、チョコレートーグリコ。ライバル会社の曲が。みんちゃん、壁についてた。この間さ、卒論のさ、発表会行ったんよ。ポスターで貼って、偉い人がいっぱい見に来るみたいな。うわー、あるよね。周りさ、なんか偉い人が、これどういうことなのみたいな質問をしてんねん。うん。で、質問、あ、これはこうですね、みたいな。俺だけさ、なんかずっとヤジ飛んできてたんよ。え？駐在エチェランナ。え、最近 YouTuber どうなん？最近 YouTube どうなんって言われるの。そう。そう、嫌やな。で、お前の調子どうなんって聞いたってやん。なんで？いや、おかしい。おかしい。怖いです。怖いです。ごめん。あ、僕、4月からニートになるんです。大学行かんの結局。え、なんか、いいで、なんか大学に行こうと思ったんやけど、俺に会えへんかって。行ったことないよ。ほんまに嫌いなんで教えんで、いっぱい。お前、ね、行ってもいいことあるっていうのな、もちろん。でも辛いこともあるよな、忙しいとかな。だから俺に会って。じゃあ行こう思ったんやけど、俺マジで最近勉強してなくて、勉強って楽しいで。じゃあ楽しいの分かってんの。どうぞ。でも俺もな、ちょっと最近勉強しようかなと思ってるんやけど。何の？え、俺小学1年生からもう一回勉強し直そうかな。今さら？え、でもほんまにさ、大学に行くとさ、学力問われる時ってあるやん。ある。大学生入ってさ、そういう勉強一個もしてないわけ。確かにね。だけど大学にないで、そういうの。あ、ないんや、うん。あ、じゃあもうなんかあれ、気楽にどこでも入れるみたいな、幼稚園みたいなとこ。幼稚園みたいなとこではないけど、まだ幼稚園の設定がわからないけど、ちょっと受験せなあかんけど、通識問題とかそういうのではないな。どういうお勉強するんですかみたいな、自分の考えな。ちゃんとこう、そう、論文をその時間制限内にこう頑張るみたいな。そう、自分の考えな。ほんまにそういう試験みたいなとこ行ったんよ。やったんよ、うん。じゃあ俺その時落とされたんよ。で、その後に宿題もらったんよ、なんかね。うん。で、これ、宿題出してきてください、みたいな。出したら、それを合格して。だから、来年来てくださいって言われて。その大学に？大学に。うん。どういうこと？大学にじゃない。大学に。うん。今の？え？だから、鬼の大学、受けに行ったんよ。志望理由書いてください、みたいな。うん。その時落とされて、その、宿題一応書いてきて、送ってきてくださいって言われて。じゃあ、送ったんよ。その1回目は落とされたんやけど、2回目が受かって、来年また来てくださいって言われて。俺、へー、来年受験しに来てくださいって。それ鬼になれってことじゃん。一郎や、一郎しろって。一郎や。落ちてるでそれ。コウさん、コウさん、来年来てください。一応落ちてるそれ。ほんまやったら言われへんらしいんやけど、来年来てください。まだ見込みあるけど、今回落とすから来年来てやろ。何やったっけな、何やったかな。これもうそうこうしてる話でもう1個しかなかった。また今度。あんちゃん、じゃあ最後1個食べよう。大丈夫です。いやいや、なんでやねん。じゃあスーさんお願いします。じゃあスーさんお願いします。お願いします。じゃあお兄ちゃんお願いします。いやいやいや、あんちゃんがあんちゃんがあんちゃんがでも、もう早食べろや。よし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 、怖いって、早く食べろよ、誰かが。もう食べるわ。うわ。やや。間違えた。やや。
やばいや。再生してもらったごめん。ごちそうさまでした。星なんぼですかあんちゃん。八。何個中？何個中？もちろんそれは星三つとかの肌の飛びすぎて分かれへん。おい、いやー手つくで、手つくで、こんちょということで皆さん頼むってチャンネル登録コメントで皆さんで教えてくれたら嬉しいなと思います。次何にお送りしてほしいかコメントしてください。もしかしておらん騙された、せっかくいた騙された、お母さん携帯いらんのちゃう、いらんわ、下がれへん、騙された、騙された、あいつ一人で食ってんねんけど、自撮りしてるくらいです。ついに何がある？何がある？何もない。なんかあるっしょ。